産院の女性にもう一度美について考えてもらいたい。それが女性のための美活祭、ビビビフェス。向島産院中央テレビ本社を舞台に産院の美が大集結します。歩くだけで美しくなれそうな会場にはランウェイエリアもあり、午前と午後の2部制でウェディングショーが行われます。スペシャルゲストはペコとリューチェル。2人の可愛らしさの秘訣を聞けるかもしれませんね。その他、美講座の講師としてあの人も登場しますよ。風水芸人の出雲のお国です。今回私は恋も仕事も思い通りできる女のハッピー風水講座を開催しちゃいます。産院の悩める女子たち集まれ。ビビビフェス会場にはランウェイエリアの他にも美食ゾーン、コスメ・スキンケアゾーン、体験販売ゾーンに、女性ならみんな大好き占いゾーンまであって、心も体も美しくなれそうですね。そして美のプロフェッショナルとしてこのお店も出店。それがポーラ。エイジングケアと美白化粧品ブランドとして有名ですよね。ポーラのブースではポーラオリジナルのハンドクリームを使ったハンドマッサージをご体験いただけます。ハンドマッサージは一般的にストレス軽減効果があると言われていて、ポーラブースでは美容効果に加えリラックス効果が期待できるハンドマッサージを無料で体験できるんですよ。なんかこう癒される感じがします。もっと綺麗になりたいけれど、どのようにお手入れしていいのかがわからない、そんな女性の方が多いのではないかと思います。ポーラはそんな一人一人のお客様に寄り添い、最適な美をご提案するためにまずお客様を知ることを大切にしています。お客様を知るためにポーラの店舗で行っているのがアペックスというブランドの無料スキンチェック。お肌の表面の情報から肌の奥深くの状態を知ることができ、その分析結果のシートをもとにお肌のお手入れに最適なサンプルを256万通りから選んでもらえるんです。美への近道は自分のお肌を知ることなんですね。おお、あ、すごい軽い。あ、全然重さが違いますね。女性のための美活祭ビビビフェスは産院中央テレビ本社にて4月29日いよいよ開催。今年の春は目いっぱい美しく、目いっぱい一目惚れ。